テントフィットネスの元気です。いつもご視聴ありがとうございます。今回の動画に関しては先日行われた IFBB ジャパンプロクオリファイですねの大会でのちょっと一幕についてお話しさせていただければと思います。私が出場したのはメンズフィジーククラス C で出場させていただいて、で、結果的には2位で終わって、幕を閉じたんですけども、やっぱり僕が目指していたものっていうのはプロカードを取ること、階級クラス別で優勝して、そしてオーバーオールで優勝することだったんですけども、その目標を達成することはできませんでした。僕自身本気で命かけて4ヶ月かけて減量してプロカード狙いに行ってたんで、2位でコールされた時に正直頭真っ白になりました。 From Japan と呼ばれた時に From Japan で92番ってコールされた時に頭がやっぱ真っ白になって、すぐには現実を受け入れることはできなかった。その後の5人の入賞者が並んでた時に、やっぱり僕自身の態度っていうのが露骨なもので未熟さが出てしまったなと感じております。それは僕のことをですね、応援していただいた皆様に対して思いをこう踏みにじるような態度になってしまったのかなと思いました。そこはしっかりと反省してます。申し訳ございませんでした。僕自身ですね、やっぱり未熟な部分っていうのはそこで出てしまってたので、それはね、もう過去のことなんで、どうすることもできないですが、その後ね、しっかり舞台上では優勝された方に握手も何もしてなかったですけども、舞台降りてね、外に行った時に、彼とは知り合いなんで、コングラチュレーションと、またちょっと同じ舞台でご一緒できるように頑張りますというふうにお声かけさせていただいてるんで、それはね、何人もの方がいた中でやってることなので、見ていただいてると思います。なので本当にね、YouTube をやらせていただいて、いろんなコメントをいただきます。いいコメントを全部ね、正直いいコメントしかないんで、コメントねしていただくだけ僕は本当にありがたいと思ってます。見ないでスルーされるぐらいならもうコメントしていただく、本当に感謝してます。ありがとうございます。今回のね、表彰式の態度っていうのは、また改めていかないといけないなというふうに感じました。で、次の大会に関してはもうある程度標準は決まってるんで、どの大会に出るかはまだ言えませんが、引き続き今回ちょっとぶちかませませんでしたけども、見に来ていただいた方は僕の熱意だったり、思うところというのを感じていただけたかなと思っております。そして僕のことを応援していただいた皆様、現地まで来ていただいて応援していただいた皆様、 YouTube 上で応援していただいた皆様、 Instagram 上で応援していただいた皆様、 Anytime 秋葉原で応援してお声かけくださった皆様、そして僕の友人であったり、僕のクライアント様であったり、本当に全ての方にたくさんの応援をいただきました。当日もすごく声援をいただいて、かなり力になりました。そこは本当に感謝しております。ありがとうございました。今後ともジェントフィットネスの元気大橋を応援していただいてですね、必ずプロになれるよう、人間としてもね、成長していって、体もそして成長していって、必ずプロになることを誓いますので、今後とも皆さん応援のほどよろしくお願いいたします。大会当日のお話をすると、バックステージに村田さんが入っていただいて、やっぱり僕自身も今まで過去最高のコンディションで大会に臨むことができました。でも大会に臨むことができても、実際ステージに上がるまで、ここが非常に大事で、ステージに上がるまでにやっぱり体がむくんだり、パンプが甘かったり、オイル塗りすぎたり塗らなかったりするので、その辺もやっぱりもう精密に村田さんと事前に打ち合わせして、当日完璧に村瀬さんには対応していただきました。パンプの仕方一つにしろ、元気さん水入りますとか、オイル塗りますどうします、もうすごい質問攻め僕から村瀬さん水いいっすかとかじゃなくても、村田さんがもう水元気さん入ります
モンスターにします。もうなんかこうかゆいところをもう全部書いてくれて、もう気持ちよくステージに上がれましたね。そう言っていただけるのも僕もね裏入ったタイガーですよ。小村さんなければ今あの結果を出すことはできなかったので本当に感謝しておりますし、まあそこまでがっつり裏に入っていただいたのは初めてです。僕も本当にいい経験になったので大感謝で、自分のコンディションを整えるにあたってもね、なりましたし、でもやっぱりね、僕もね出た経験から言うとやっぱサポートしてもらえるって大きいっすね。大きいっすよ。もうほとんどの、ね、方が一人で参加してますから、一人でね来た方本当大変、ベストなコンディションではねなかなか行きづらいかなっていうね。いいね、大会に出るってやっぱいいっすよね。やっぱりもう4年前に僕が出た時に3位だったジェフリー・アダムっていうあのナイジェリア出身の選手がいて、で目合って「はい久しぶり」って言われて、僕正直その時誰か分かんなかったんですよ。ずっと「ウォー」とか言って「久しぶり」とか言ってて、最後にちょうどそのアダムに「ネバーギブアップ」って言われて「ウォー」ってなってて、でその後思い出して、もううわ久しぶりだねって、もう4年前にワールドレジェンドで3位だった選手なんですけど、久しぶりに会って本当にステージでは自信持つんだよ元気っていう風に言ってくれて、やっぱりそういうね再会もあり新しい出会いもあり、なんかやっぱ体を鍛えてね、まあ、体を鍛えることがやっぱりもうすでにみんな一歩踏み出してやってることですし、で今回は本当にねプロカードがかかった大会でもあって、僕も国内の大会かなと思いきや蓋を開けたら国際大会になっていたという、もうなんか日本対世界みたいになってたんで、まあそれもそれでいい経験になったかなと思います。ね、実際プロカード取った人の体を見てね、こういうことかと。そうですね、驚く部分もありましたよね。あの選手も翌日のプロ戦で5位ですし、ギリギリプロになるような体ではなくて、やっぱりプロになっても勝てるような体っていうのをもう早急に作っていくのは難しいですけど、試行錯誤して切磋琢磨して日々を過ごしていかなきゃいけないなと改めて強く感じました。まあ本当に僕もモチベーションしかないんで、今見えてるかな、僕の目の中燃えちゃってるの見えないですよね。ちょっとね、大会終わって結構3日経ってるんですけど食べました。マクドナルド、こんなうまいんだなって。あんまりまあ食に興味ないんですけどね、マクドナルドやっぱ美味しいなって思いましたね。照り焼きチキンバーガー、シナモンメルツ、甘いの好きですからシナモンメルツうまい。ということでね、本当に一人で大会に出るよりやっぱり僕は仲間の村さんがいるんでサポートしていただいて出たことで最高の結果というか、まあ今の僕のこれがまあやっぱり誰が見てもね勝てるような体になれなきゃいけないと思いますんで、まあこれからもゼントフィットネスの仲間、そしてチームパンプマ師匠のもとで最強最高の体を作り上げていきますんで、今後とも私元気大橋の応援のほど、そしてセントフィットネスのチーム、まあ、村田さんの応援のほどよろしくお願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。私自身改心してまた新たな元気大橋でスタートさせていただきますので、今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。